携帯電話などの電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードなどに設定するか電源をお切りください。なお機内インターネット接続サービスはご利用いただけません。あらかじめご了承ください。機内の化粧室を含め全席禁煙です。電子タバコなどもご使用いただけません。それでは宮崎ブーゲンビリア空港までの約30分の空の旅、どうぞごゆっくりおくつろぎください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。万が一酸素マスクが出てきた際にはご自身のマスクを外し、酸素マスクを直接鼻と口に当ててください。お手元の安全のしおりもご確認お願いいたします。ご不明な点がございましたらお近くの乗務員にお尋ねください。皆様ただいまから機内の非常用設備についてご案内いたします。また乗務員から必要な指示がありましたらその指示に従ってください。日本航空は通路、化粧室を含め全席禁煙でございます。なお電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。どうぞ快適な空の旅をお楽しみください。
前の宮崎ブーフビリア空港に着陸いたしました。飛行機が完全に停止し、頭上のシートベルト着用の際が消えるまでシートベルトをそのままお締めください。後ほど上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので、十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をご利用いただけます。座席の上の天井は低くなっておりますので、後ほどお席をお立ちになる際にはお気をつけください。飛行機をお降りの際には携帯電話やご貴重品、お土産袋などお忘れ物をなさいませんよう、シートポケットやお座席周りを今一度お確かめください。皆様、熱中症などにはくれぐれもお気をつけの上、本日もお元気にお過ごしください。皆様とまた機内にてお会いできますよう、今日も一度心よりお待ちしております。本日も皆様の大切なご予定に対し、ワンワールドアライアンスメンバー JR とチャイナエアライン、またハワイアン航空とのモードシェアリングをご利用くださいまして、誠にありがとうございました。引き続きご案内いたします。現在 JAL グループではハッピードリームキャンペーンを実施しております。抽選で東京ディズニーランド貸切パーティーなどへのご招待券をプレゼントいたします。詳しくは JAL ホームページ、またはシートポケット内のリーフレットをご覧ください。一段段差がございますので、お足元には十分お気をつけください。